チクタクボッボッボッボーン、プロと今日のお動画の時間来たよとかでもいいよね。実際にこれはオープニングがを作っておく。時計の紙で手で針にしてチク、なんかボッボッボッボーン、プロと今日の動画のお時間が来たよーってやるのもいいよね。これいいよくない？これいいよね。チャッチャッチャッチャーン、プロと今日の動画のお時間、テレビを明るくして部屋を離れてやってね、なんか言ってることがした。こんなんでオープニングに入るのもいいけど、ビャーブブ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 って、ちびまる子ちゃんのパクリを、ブロリーモットのパクリをパクった、パクパクパクリパクチーは、こういうのでもいいね。オープニングを作る、1分のアニメかよっていうクソみたいなオープニングを作って、その回だけは絶対に誰にも見せさせないようにする。新規ユーザーと最近見始めた層も、あ、今日のはいいやって思わさせるくらいに変なオープニングを本当に嫌な時に入れる。炎上系よりも嫌な時に入れる。謝罪動画、謝罪動画にこれ入れるのいいね。謝る気あんのかよってね、知らねえそんなごめんなさい。でまだ謝ってないんで、ニンニクアタック、これはダメだな。